暴力団入ってもいいことないし、辞めてもいいことないし、もう悪いことしかないです。動画は岡山県内に住む30代の元暴力団員と警察官の会話をおよそ18分にまとめています。男性はかっこいいと軽い気持ちで暴力団に入ったものの、組織の実態は薬物の販売や詐欺などをする犯罪集団だったと話しています。暴力団を辞めた後もつながりを完全に断つことができず、暴力を振るわれることもあったということで、暴力団には絶対に入らないでほしいと訴えています。警察はこの動画を去年11月に岡山少年院で上映しました。今後学校などでも上映し、若い世代を中心に暴力団に関わらないよう呼びかけたいとしています。